おお、なに、おお、顔がクリエイターサポートはマイチャンネルによろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。今日はですね、にゃんこ大戦争をやっていきたいなと思います。前回動画にしてからですね、5日経ったんですけれども、かなり進みまして、沖縄県でございます。おそらくこの辺りがもう最後なのかなと思いますけれども、やっていきたいなと思います。ちなみにですね、かなり猫たち進化しました。あ、こっちの方がいいかな。猫、普通の猫は猫ビルダーになりました。そしてタンク猫は猫壁、あとバトル猫は勇者猫になりましたね。で、キモ猫は美脚猫になりました。牛猫が猫キリになってますね。あとはね、猫の鳥が猫 UFO になったりと、いろいろですね、他の猫も解放されております。で、砲撃もですね、ほぼマックスです。あ、や、すべてマックスか。ほぼマックスじゃなくて、すべてマックスになっております。じゃあこの状態で沖縄県挑みたいなと思います。あれ、なんで秋田県になってんだ。では沖縄県出発。さあ頑張っていこう。距離は比較的ある。うわ、いきなり来んの。いきなりジャッキーペンとパオンじゃねえな、カバさん来ちゃったな。これまずいな、あんまり良くないな。よし、ジャッキーペン結構強いんだよな。勇者猫も召喚して、よし、じゃあ美脚を行こう。美脚猫すごいね。お、美脚猫キックが入る。よし、そして猫キリンも行きましたよ。いいね、いい感じ。美脚猫いいな。よしよしよし、砲撃も余すことなく使っていきましょう。そしてお金レベルも上げて、最初のうちはこの1ページ目をガンガン召喚していきたいね。あ、ゴリさん来た。ゴリさんも厄介なんだよな。美脚いけ、美脚が続く。でもその前にこのちっちゃい子たちをいっぱい召喚しておこう。砲撃、あ、パオン来た。パオン、あのゾウさん結構ね、見るからにでかいから強いんだよね。さあ巨神猫召喚です。猫いい方も召喚、頑張れ。おお、いいねいいねいいね、いい感じよ、いい感じ。本拠地も攻撃し始めたよ。頑張れ頑張れ。わあ、一気にやられた。パオンにやられた。豆にゃんこも一応送っておきましょう。豆にゃんこは赤い敵をね、たまに吹っ飛ばす。あ、カンガルー来たよ。カンガルーなんて言うんだっけ、名前がちょっと思い出せないんだけど、カンガルーちょっと厄介なんだ、攻撃力が。頑張れみんな。よし、うわ、一角雲来ちゃった。砲撃、倒れない。一角くんじゃなくてゴリさんとか倒れてほしかったけどな。あ、やばい、押され気味になってきた。さあみんな行け、みんな行け。もう前の戦いと全然違いますよね。一気に戦場が荒れてる。すごい数のにゃんこ。頑張れみんな、頑張れ。どんどん援軍を送る。やばい、あ、嘘でしょ、熊先生まで来ちゃった。砲撃、熊先生、あ、やられない。強いな、さすがに熊先生。猫 UFO も召喚しておこう。いや、でも押してる、全体的に押してる。いけるんじゃないか、いけるんじゃないか。行ってほしい、頑張って行ってほしい。赤い敵出てきてないから、ここで猫トカゲと巨神猫も行きたいとこだけど、おし、パオン倒したね。巨神猫行け、おしおしおし、いい感じ。やっぱまだカンガルー出てきた。長いなこの戦い。大丈夫、でもパオンたちを倒したからお金がいっぱい入ってる。よし、押してる。カンガルー、またパオン出てきた。なかなか、さすがにこれ最終ステージなのか分かんないけど、すごいな、猛攻がすごいな。いや、ただ本拠地攻撃してるよ。猫 UFO 行ってくれ、勇者も行ってくれ。猫壁砲撃絶え間ない。お、パオンだけだと。いや、また一角くん出てきちゃった。勇者猫も行ってくれ。よしよしよし、一角くん倒せ。またアザラシ、アザラシ来ちゃったよ。お、いい感じ。
ガンガン召喚していこう。巨神猫も、よし、パオンも倒した。よし、いいよ、いい感じでお金が貯まってる。いけ、一気に叩け、一気に叩け、一気に叩け。おー、いいぞ、いい感じ、いい感じ、叩いて、よっしゃー。沖縄県クリア、17,000。あれ、おっと、まだあるのか、西表島。なるほど、じゃあその前に XP が少し溜まってるから、ちょっと若干強化したいね。誰を強化するか、ね、猫フィッシュあげとこう。お、猫トカゲもあげられる。よし、じゃあ今度こそ最後かな、西表島行きましょう。おお、何、おお、顔がいる。ちょっと待って、なんかやばそう、なんかやばそう。ジャッキーペンもいきなりいるんだけど、あとカバさんもいる。ちょっと今んとこ、あ、でもあのでっかい顔はボスなのかなこれすごくない？開発者さんですかこれ、それとも西表島の誰か、ロビンソンロビンソンってこれ水曜どうでしょう、知ってる人しか分かんない。さあ、いけ。おお、怖、うわ、何、めちゃんこ強いんですけど。攻撃、よし、あれ怖っ、ボスっぽいのめっちゃ怖いんですけど。あれ、もしかして進軍しない方がいいパターンこれ。いや、あっという間にやられちゃう。うわ、強っ。ちょっと待って、一旦この辺で壁作って、で美脚猫とか出して、壁作って、こういう感じでいこう。 UFO、強いな、あれやばいな。そして野生の底力ってのは 99,999。 え、ワンパンじゃない？え、この顔ワンパンなんですけど、どうしたらいいんだ。巨神猫対抗できるか。うわ、カンガルーまで来ちゃった、やばいって。ただあの顔がワンパンなんだよね。いやー、なんかやばい気がしてきた。うーわ、ワンパン、ちょっとやばいって。 UFO も登場して、美脚、うわー、これ食らうとワンパン、恐ろしい。いや、確かになんかこれ最終ステージだよね、きっと。最終ステージっぽい音楽が流れてる。なんとか後ろに追いやって、ただ攻撃の回数は少ないな。いや、ただ近寄ってるともうダメだね、これ食らうね。相手の HP が分かればな。あんまり高い猫たちはこれ召喚しない方がいいのかな。いや、でもここは怒涛の攻撃で行きたい。赤い猫たちが、赤い敵たちが出てこないからまだいいかな。いや、一気に持ってかれる。いや、怖いわ。いや、あの餌食になる。あっという間に餌食になる。ちょっと猫ビルダーと猫壁、おし、攻撃。これいつ倒せるの、このでかい顔は。倒せるのか、そもそも。猫ビルダーと猫壁、そして勇者猫でなんとか。しのごう。あ、なんかいつの間にかマックスになってた。お金が大量に余ってました。巨神猫とかワンパンされるのきついな。頑張って。やばい、うわー、高い巨神猫があっさりワンパン、これは痛い。あ、でもね、あー、わっ、食らっちゃった。美脚猫がさ、
割と遠くから攻撃与えられるからいいね。あと猫 UFO もこれ美脚、うわー厳しい、あっという間に倒されちゃう。攻撃よし、ちょっと後ろに下げた。うわわわわわわ、ちょっとこれね、やっぱり猫ビルダーとあと猫壁、これで壁を作って、で後ろから美脚猫のキックで戦うと。これでいこう、これで良さそう。よし、ちょっとたまにね美脚猫食らうけど、これで良さそうだよ。ちょっと猫 UFO も召喚しとこう。ちょっと遠くから攻撃できるタイプの猫を召喚して、召喚っていうのかなこれ、買って。やばいって、うわー、そんなに一気に倒すことないじゃん。カンガルーまで来ちゃった、ひどいよ。攻撃少し下げて、まだ倒せない。うわ、顔だけになった、顔だけ。おし、少し倒した、少し飛ばした。ノックバックいいね、よく頑張った。危険を顧みずよく頑張った、えらい。頑張れみんなで、みんなで全国制覇するんだ。頑張れ、倒して倒して。この顔怖いよ。なんでいつまで居座ってんだその顔は。豆豆にゃんこ、うわー長い、そして長い、めちゃくちゃ長い。早く倒せてくれ。この子を倒さない限り、この横顔を倒さない限り、もう無理だねこれ。攻撃かなり経験値入るんじゃないのかっていうぐらいだけどねこれね。まあ倒せればの話だけど、いやーさすがボス。いやボスでしょこれ、ボスだよねずーっと戦ってるんですけど、いい加減にしてくれませんか。いやーちょっと待って、やっぱりこの猫ビルダーと猫壁を大量に出しとこう。あと勇者猫、よしよいよいよいよ、あと美脚猫ね。この戦法でいくのが一番いいっすな。巨神猫とかワンパンされるのやっぱきつい。いやーきついきつい、いよ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 、やめて。せっかくさ砲撃、いや砲撃がさ本拠地にも当たればいいのに、やめて。よし、 UFO 猫も出して、頑張ってみんな、みんなで全国制覇するんだ。猫たちで全国制覇。カンガルーも来ちゃったけど、カバちゃんもやばいな。おしおしおし、ナイスナイスナイス、みんなの攻撃力も上がってるぞ。いいぞいいぞ、頑張れ頑張れ。やめてそんなに一網打尽するの、いつ終わるんだこのゲ、このステージ。もうガンガン行ってガンガン行ってガンガン行って、よし、こっちも惜しみなく惜しみなく砲撃。少し飛ばしたな、少し飛ばした、全然ビクともしないんだけど、さすがにさ顔色変えてほしい、あのでかい顔。おーおお、終わった、やった、よし、いけな、総攻撃だ今だ、いけいけ総攻撃、みんなで仕掛けて西表島を攻略するぞ、頼む。おーし、いいぞ本拠地攻撃、いけー頑張れ。もう一体とか出てくんな、あの横顔。いけ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 、かなり本拠地の HP が高い。頑張ってくれ、頼む、みんなで頑張ってくれ。こんな雑魚どもはなんとかなるだろう。カバとかパオンが出てこなければ大丈夫、パオン出てこなければきっと大丈夫。おし、砲撃、いけー全国制覇、あと2万、あと2万、惜しみなく送る、みんなに援軍を惜しみなく送る。もう少しの辛抱で頑張ってくれ。やったやった、 お宝、普通の猫の心ゲットしました。意外と経験値少なかった。お、
ということだ。エンディング？こうして日本はニャンコ軍団によって完全に制圧された。ニャンコ軍団とニャンコ軍団によるニャンコ軍団のための政治が今始まるのだと思っていたけど、結局僕たちの生活が変わることは全くなかった。ニャンコ軍団よ、永遠に The End! Thank you for playing! そうなんだ。突然出てきましたね。日本編に新たな章が出現。タイトル画面にレジェンドストーリーが出現。未来編が出現。出現スロットの数が追加。ニャンコンボが解放されました。猫道場が解放されました。クリアボーナス。お、なんかもらえた。弟開発隊が解放されました。クリアボーナス。今日のお題は、毎日生放送するとしたら何時くらいがいい？たくさんのコメントお待ちしております。はい、それではコメント選手権の採用コメント読んでいきたいなと思います。今日の背景はですね、フォートナイトのゼロビルドで7キルクランビクロした時の様子でございます。昨日の動画のお題はですね、何度見ても感動してしまう動画は何ということでございました。まず YouTube でいただきましたケロさんさんですね。白武器縛りビクロイ&14レベおめでとうございます。僕は幼い頃に親を失ってこっそり外に脱走し、親の顔を大きく描いてそれを抱きしめている CM のようなものです。唯一この映像を見て泣いたので印象に残っています。これからも応援していますといただきましてありがとうございます。これ CM ですね。びっくりした。ちょっとケロさんのご両親が亡くなったのかと思ってびっくりしちゃったけどね。まあそういう感動的な CM ねあるよね。15秒とか30秒にギュッと凝縮された CM でうるっとくることありますね。続いてこちら LINE にいただきました中根さんですね。お父ちゃんナイスビクロイ、目の前にミシック武器がーだって、まあ、昨日はね白武器縛りだったんで撮れませんでしたけどね。コメント発表の時のゼロビルド試合で攻撃してこないでシールドバブルに連続でスライディングで入ってくるのが面白い。そう、そういう人いましたね。僕が何度見ても感動する映画は鬼滅の刃無限列車編です。最後の煉獄さんのシーンが泣きそうになります。これからも応援してます、投稿頑張ってくださいといただきました。ありがとうございます。鬼滅のねこの無限列車編って言ってる方他にもいらっしゃいましたね。鬼滅の刃とか結構感動シーン多いですよね。だからこそヒットしてんだろうなと思うけどね。続いてこちらも LINE にいただきましたケンリュウさんですね。お父ちゃんうますぎナイスビクロイ、最近見て感動する映画は鬼滅の刃もありますが、一番はクレヨンしんちゃんの花の天かす学園です。本当に笑わせてくれるところもありますし、特に最後は本当に感動しました。しんちゃんと風間くんの友情が見れたみたいな感じでとても感動しました。お父ちゃん最近めちゃくちゃビクロイ撮っててとても尊敬しています、これからも頑張ってくださいといただきました。ありがとうございます。いや、あのね、めちゃくちゃビクロイ撮ってるわけじゃないんだよね。率にしてはすごい低いと思います。まあ何度も何度もやってようやくビクロイ撮れたやつを動画に採用してる感じなんでね。それとクレヨンしんちゃん、昔から愛されてるアニメってさ、感動ものに寄せるときありますね。ドラえもんとかもそうだけどさ、クレヨンしんちゃんもそういうのあるんだね。ということでですね、私がね何度見ても感動する動画はですね、野沢雅子さんと田中真由美さんと山寺宏一さんが対談している番組があったんですね。前ねテレビでやってて、それがねちょっと YouTube に一部分上がってるやつがあって、でそれね悟空の声で病気の子にね語りかけて、その病気の子が本当は余命数週間だったのに数ヶ月生きられたっていう、その話をね見るとね、もう毎回ね号泣してしまうのよね。その男の子本当頑張ったなと思って、これ本当に感動しました。ドラゴンボールの映画をね見た翌日にね亡くなったらしくてね、いやー本当にすごい子だなと思いましたね。その話は毎回ね感動する。ちょっと今もうるっときてしまいましたけれども、はい、ということで今日の動画のお題はですね、毎日生放送するとしたら何時くらいがいいっていうのをちょっと聞いてみたいなと思います。来週か再来週かちょっと分かんないんだけど、ちょっと毎日生放送を一回チャレンジしてみたいなと思ってます。まあエシン君はね多分参加しないと思うんですけれども、一回ねちょっとチャレンジしてみたいので、何時くらいがいいですか。まあ皆さんの意見を参考にするかちょっと分かんないんですけども、皆さんの都合のいい時間帯はどれぐらいかちょっとお聞かせいただければなと思います。たくさんコメントお待ちしております。ということで今回はですね、にゃんこ大戦争第2回目でございました。日本制覇できたので良かったかなと思いますけども、今後は第2章をちょっとコツコツとやっていければなと思います。楽しみがまた増えました。ということで今日の動画が面白かったなとか楽しかったなと思った方は、ぜひ高評価やチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。